ガールズガールズガールズフルブースト、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー。皆さんこんばんはーちん、今週も始まりましたガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、モーニング娘。ワンセブンの尾形春奈です。野中美希です。牧野まりあです。羽賀あかねです。曽我カエルです。横山玲奈です。森佐々木です。イエーイ、そう、2017年最後の放送ということで、はいはいはい、年末スペシャル、今日はね、みんな12期、13期、14期が全員集合しました。イエーイ、公開生放送以来。そうだね、その時ちーちゃんまだ入ってなかったから。そう、初めて。そうなんです、本当にこのメンバーは初めてか。多いですね、盛り上がり。イエーイ、2017年どうでしたか皆さん。早かったなとか。早かった、早かった、早すぎて、ね、最近生放送やった感じですよね。え、あれ何月？4月。やば、やばいよね、やばい、半年以上経ってるんだよ、あれから。すごいよ。ちーちゃんは、ちーちゃんは、え、早かった、うん、このラジオ、春菜ちーちゃんとラジオするの初めて。初めて、そう、へー、そう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 、ハーチンだけだね。そうだね、だけ初めてだね。嬉しいね、やっとできたね。そうですね、モーニング娘。ワンセブンになる前、年越しの瞬間って皆さん何してたか覚えてますか？はいはいはい、私の中は空中にいました。地上に足をつけてなかったんです。何それ、小学生じゃない。普通にジャンプしたって言えばよくない？ジャンプしてました。空中にいました。何してたかな、何してたっけ。車の中乗ってた。あ、車には帰る中で、車の中だった気がします。車の中で年越したの。あの、家に着く30メートルぐらい後ろ。うわダッシュしてギリギリついて、みんなでわーってやった気がする。そう、だって2017年からカエディと春菜と私、野中氏はカウントダウンの2部に出れるようになった。そうなんです。おめでとう。大人だ、大人。すごいね、楽しみ、楽しみです。いや、どうしましょうか。ね、もう28日ですって。ほんとだ、20歳になっちゃうね。まだな、まだ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 。そんな年を扱いしないでね。いやもう賑やかですけど、はい、でここまでは私尾形が進行してきましたが、はい、今日は2017年最後の放送ということで、はい、進行する人をくじ引きで決めたいと思います。ここに7枚のカードがあります、はい、1枚ずつ引いて当たりを引いたメンバーが今年最後の進行をしていきます、はい、2017年の最後を締めくくれるなんてね、ハッピーですね。ハッピーです。もう早速引きますか、誰が進行するか、ね、じゃあやってみたい。やだ、これ何気に緊張するやつじゃん、うん、確かに。え、マリア1回しか進行したことないんだ。そうなの、マジか。でも私もないけど、1回しか1回しかない。だからなんかちょっとやってみたいなっていう気持ちが、緊張する、本当に緊張する。ここでなんか誰だろう、春菜が出たらいつもの感じになっちゃうかもしれない、うん、あ、マリアが出たら怖い、ね、残り物にはハーチンだとね、頼りしかも、なんかちょっとずらされたんだけど怖いよ。行きました。皆さんせーのでめくりますね。はい、あ、ちなみに当たりっていうカードが入ってる人が進行です。ラブリングが入ってるやつ。そうそう、いきますね。せーの、ピン。はい、誰誰誰誰。うわー、やばー、待って、ちーちゃんでした。ひどいよ。嬉しいわ、こうじゃない、ハッピーだね。はい、ということで2017年最後の進行はちーちゃんです。よろしくお願いします。バトンタッチ、はい。さて、このモーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリーでは皆さんからたくさんのメールを待ってます。メールの宛先は1213@fmfuji.jp 1213@fmfuji.jp まで。私たちへの質問や相談、皆さんの近況などどんなことでも OK ですよ。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目に行きましょう。モーニング娘。ワンセブンでナルシスカマテちゃん協奏曲第5番。改めましてこんばんは、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、モーニング娘。ワンセブンの森戸千咲です。今日は12期13期14期全員集合です。イエーイ。
ね、名前言わないよね、それ長いもんね長いもんねそれはい、それではですね、うんうん、今日は2017年も最後ということで、うん、番組の振り返りを今からしていきたいなと思うんですが、印象に残ってることなどありますか？なんか、私尾形は、うん、マリアから初中見舞いが届いたこと、番組内で初中見舞いをメンバー誰かにもらったそうってなって、前はハーチンラブリンですみたいな感じで書いて、そう、え、ほんまにこうポストに届いたっていうのが嬉しかったです。で、教えてくれてびっくりした。そうなんだよ、私ももらいましたよ、横山から。あ、そうか、私はガネチンから。あ、ごめんなさい。そう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 、急にもらって、ね、本当にね、嬉しいんですよ、ああいうやつって。なかなかないからね。そうね、ね、うんうん、いいな、私も欲しい。いいね。他はありますか？あと、うん、やっぱマリア、こんなんかこの1時間番組だから、うん、かなんか毎回緊張するのね。緊張する。大丈夫かなみたいな。初めて進行をやった時に、うんうん、まあ野中ちゃんとカイリーだったんだけど、うんうん、その時はなんかちょっとやばいやばい、マリアなんかいつもみたいに話してたら進行できないわと思って緊張したの覚えてる。わかる、ね、1時間だから余計緊張する。そう、でもなんか、あの12期メンバーが前やってた12期日記って番組は30分だったからさ、うんうん、逆に1時間ってなって余裕持って話しすぎちゃって、うん、長くなっちゃうよね。そう、すごい思う。なんかいつも組み合わせが違うから、うん、それによって話す内容とか雰囲気が違って、うん、ねえ、うん、面白いよね。私ね、公開生放送一番最初の初回の時に、うん、すごいアニメのタイトルをぶっ込んでたんですよ、うん、もう野球って言われればもうダイヤの S すごい言ってたので、うん、なんかこの1年でその初回の放送から次の放送になった時に、うん、そのなんかアニメ全開みたいなキャラがなくなっちゃった気がしたので、うんうんうん、私は今日のこの放送は頑張って、OK、分かった。ちょっと待って、今日は人数多いから大丈夫。今日分かります、私も今日。じゃあ春菜も反省点。何、はい、カイリーにがっつきすぎたこといや、あかねも反省点。工藤遥さんについてキモすぎた。泣いたよな、一回。泣いてないし。いや、泣いてない。泣いてない。ラジオの中で泣いた。泣いてないし。やばい。泣いてないし。泣いたよ、マジで。確かその場にいたかったわ。汗だったんですよね。そうそう、汗だったんですよね。暑くてさ、目から汗が。確かに。クイズたくさんやった、それで。罰ゲームで写真とかも撮ったかも。撮った撮った。ね。罰ゲーム一番多かったの私です。バラガイ、私多分一番多かったですよ。クイズを間違えちゃったってめっちゃ人多いやん。最後クイズの内容が難しすぎた。そう、難しかったね。え、ちょっと今思い出したことなんだけど、今年の夏頃に結構みんなでさ、チョコミント討論会した。すごいやった。何回かして、で、視聴者の皆さんっていうの、さ、聞いてくれてる。なんかそう、チョコミント好きか嫌いか、なんかメッセージで送ってくださいって言ったけど、どうなったか分かんない。ちょくちょくね、でも届いてたよ。本当？そう、メールでも僕はチョコミントアリ派ですみたいな。やっぱね、そういうねメールを募集すると、うん、アリ派の人からたくさん届くわけ。そうね、そうだから、アリ派の意見もたくさん聞けて嬉しかったです、うん、私はナシ派なんですけど、いやチョコミント、そうね、そうだからそれ気になったなって 今思い出した。ありましたね、チョコミント好きが分かった気がする、うん、あ、確かに、どんだけ好きか、うん、愛してる、うん、愛してる、愛してる、いろんなことがありましたね。はい、はい、ということで、さてここでまたですねくじを引きたいと思います。何、はい、これは何のくじかって言いますと、メンバーがメンバーに年賀状を書いて本当に番組から送ります。さっき言ってた初中見舞いみたいな感じで、ね、楽しみ。今度は年賀状を送りたいと思います、はい、ということで誰に送るかくじで決めたいと思います。カードを引いてカードの裏に名前が書いてあるのでそのメンバー宛てに書きます。それでは引いていきましょう。え、これ自分引いたら自分にってこと？え、悲しい。別の、それはトレードしたいね。悲しいね、そういうことみたいですよ。それマジで、トレードしたい。まあでもそれはそれでありかな、うん、でもなんかやっぱり、うん、あれみたい、モーニングダイアリーってさ、なんかこういう書いてたら結構凝ってるのが多いよね。確かに、そう、嬉しいなって思う、いつも。あ、引きましたか？じゃあ引きま、あ、おめでとうございます。せーの、じゃーん。マジで、待って待って、無理無理、なになに。じゃあ私からこう言っていきます、うん、いい、尾形春菜引いたんですけど自分に。マジか。はい、私森田先はミッキーの中、おー、中ちゃん。はい、マリアはカリー、イエーイ。私ハガアカネはハガアカネ、みんなでトレードする。はい、ちゃんは、私の中はちーちゃんです。両思いだよ、両思い。レイナはマキノさんで、私横山で、あ、いいじゃん。
鶴原のと。あ、いいんですか。うん、あ、やった、いいの。赤根千葉さんが自分で送るって言われた。そうだよ。はい、バレた。じゃあさっき反省したばっかなのに、ガチすぎだよ。ダメです。いや、それは2018年から改善していくから。なるほどね。今年までは、今年まではいいってことですよね。いるよね。いるよね。じゃあ、茜ハーチンになった。ね、楽しみ。楽しみ。年賀状だから、そうですね。大事に行きましょう。はい。ということで、どんな年賀状が各自届いたかは、来年の放送で発表するので、皆さんお楽しみに。お楽しみに。それでは、ここで一曲聴いてください。モーニング娘。17で、ブランニューモーニング。モーニング娘。17のモーニングダイアリー。今週は12期、13期、14期でお送りしています。ここからは、こんなコーナーをやっていきます。私の漢字2017。イエーイ。はい、このコーナーは2017年を振り返ってみて、自分に相応しい、相応しい、間違えたわ。かわいい、かわいい、思いっきりそのまま読んじゃった。相応しい漢字、一文字を選んでいきたいと思います。例えば忙しかったと思った、忙しいの忙しいというね、こういう漢字ですね、一文字で。そしてその漢字を選んだ理由も一緒に発表していきます、はい、それではまずは12期の4人が順番に発表していきましょう。誰から行く？あかねちんから行く。なんで？ガンチンから行く。あかねやだ。なんで？私がいいから。私がいい。わかりました。トップバッター行きますね。はい、私野中美希の2017年の漢字は音。すげえな。え、待って、あかね、おしゃれ。あかねのねじゃん。あかねのね。あかねのね。おしゃれ。なんでだと思います？はい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 、はい、あの、私野中さんとよく曲 の、 カラオケの方の、うん、この楽器がいいよねとか、ここのギターがかっこいいよねとかっていう話をよくするので、多分その音じゃないかなと思います。おお、他にありますか？なんかなんかすごいカラオケに行ってるイメージが今年は特にあったから、こう音楽たくさん聴いたなみたいな。私もなんかそれに近い、なんか今年みんな当たりですよ、力が出るというか。そう、まずめっちゃいっぱい理由があるんですけど、まずめっちゃ音楽聞いたのと、で歌めっちゃ頑張った、そうだからね、ちょっと上手くなったなって自分でも思ったんですけど、でもまだまだなんですけど。で、あとはあのインストもめっちゃ聞いたし、ハープをやったんです。確かに、懐かしい。ハープが弾けるようになったっていうのと、懐かしい、多分ここで初出しなんですけど、私ギターを始めたんですよ。いいな。じゃじゃじゃって家でやってるんですよ。で、バースデーイベントで、そう、買ったの、新しいギターを。すごいね。それでピアノもバースデーイベントで披露したりとか、いろいろなんか音楽に関することをやったなっていう一年でした。はい、イエイ。ぴったりですね、今年の。そうね、ミュージック。それじゃあ次は誰？マリアから行く感じだよね。マリアから行きます。じゃあ3番目に行くね。マジか、おとりじゃん。マリアの、お、なんだっけ、マリアの私の漢字2017。私の漢字2017、私の2017の漢字。大丈夫ですか？じゃんじゃじゃーん。じゃんじゃじゃーん。違う違う、効果音が。愛です。愛ね。あ、愛。はい、やばい、これコンサートでも話したんですけど、いや、何だろう、何だかな、コンサートで話してたよね。あれでしょ、なんか毎年愛にしてるって。年中さんぐらいから愛なんじゃない？違うよ、小学生からだよ。あれでしょ、愛って書いてラブって読むやつでしょ。あ、そう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 、ラブリンだからね。まあ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 、うん、まあみんな正解かな。やばい。愛にそんなこだわりなさそう。いや、まあ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 、ラブリーな年だったなみたいな。ありますし、なんか小学校の時からこのなんか毎年の目標とかの感じも、あれね、大丈夫、あの愛なんですけど、愛なんですけど、まあなんかたくさんの人に愛を届けられる人になりたいなっていうのもあります。好きなこと。しかもさ、見てここ超かっこいいんですけど、達筆。すごい感じ。なんかさ、字がさ、ピーってここに出てる。筆ペンで書いてる。すげえ。これはこういうこだわりですか、それとも字ですか？あのですね、習字でこうやって書いてます。書いてる。詳しいことはこの後番組ツイッターに載せます。あ、そうね、写真がね、チェックしてください。なるへそ。3、4、5、6、7、10画目。じゃあ次は私。どうぞ。羽賀茜の2017年の漢字は涙。お、わかる。これはわかるわ。ね、もう説明しなくても分かる。大好きな工藤さんの。そうね。いや、でもね、いろいろあるの。なんかそれもそうだし、なんかかね、今年すごいなんか可愛いものとか
好きなものを見ると涙出てくる癖があって。大丈夫？なんか、なんか例えばだけど、なんかちっちゃい可愛い子を見ると、うん、あ、やだよ。普通にペパーミントグリーンってあの好きな色のものを見るだけで、うん、あ、好きってなるし。赤ちゃん大丈夫？言われた言われた。なんか歌詞カードを、うん、そうなんだっけ、そう、佐藤さんからのパステルの蛍光ペンで引いたら、うん、待ってそれめっちゃいいんだけどみたいな言われて、急に。そう、急に。そっか、そう、なんか結構何、今年12期が入って3周年を迎えた時に、うん、あのコンサート中に何12期多分あれは感動的な涙じゃなくて、なんか泣いてた泣いてた泣いてた。本当に今年12期が、おいおい、今年ね12期への愛がね深まったの私。イエーイ。いつも以上に。だから嬉しいよ。それで涙が出てきちゃってみたいな、っていう涙、全体的な涙。いい、いいですね。そう、別に悪い意味の涙じゃない、いい、うん、の涙だね、うん、そう、変な涙、なるほどね、以上です。よかった、なんかめっちゃいい話してる、どうしよう。鳥だから、はい、最後の話を取る。はい、私尾形春菜の2017年の漢字はですね、テルリン、間、謎なんでなんでですか、間の右上にハーチ。なんでと思いますか、ちょっと当ててください。挟まれてたの、なんか。分かった分かった、あの今年2017年この間っていう感じの形がすごい好きだ。待って、顔みたいだね。確かに間っていう、かわいいよね。ハーチンが書く間って字めっちゃ好き。ありがとう、今思った、え、なんで、なんでなんで、ちょっとなんか言って、みんなわかんないんだよ。そう、全然わかんない、全然わかんない。なんで、あ、トークしてる時の間がのちょっと上手くなったみたいな。あ、はいはい、トリプル A のなんかこう間、何だ、挟まれて、一番ありえそうだから怖い。いや、挟まれてはないんじゃ。言いますね。いい、はい、まず2つ理由がありまして、はい、1つ目は2017年入った時に13期が入りました、うん、で最近というか、まあちょっと前にちーちゃんが入りました、仲間が増えましたの間ですよ。そして2つ目の理由はですね、今メンバー13人いて、うん、9期さん10期さん11期さんっていう風に基準に並んでったら、ちょうど私が真ん中ね、相談にくっくり、だからみんなに挟まれた間な、なるほどね、になったなって思いまして、すごい、適当に選んだわけじゃないんですよ。わけだったよね、はい、すごいわ、嬉しかった、ということで間でした。はい、なるほど、はい、ということで私の漢字2017の前半戦12期メンバーの漢字でした。イエイ。いや、もうハーチンのとかよく分かんなかったけど、理由を聞いたら、いや、理由を聞いたらよく分かりました ね、うん、そうだね、こう深かったね、思ったね、嬉しい、本当涙とか音とか愛とか、ね、素晴らしい漢字をこう出してくれまして、うん、ありがとうございます。はい、それでは13期14期の私の漢字2017の発表の前に1曲聴いてもらいましょう。モーニング娘。ワンセブンでモーニング味噌汁。モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、今週は12期13期14期でお送りしています。はい、では私の漢字2017の後半戦、はい、13期14期の漢字を発表していきます。はい、じゃあまず13期のお二人、どっちがいい、どっちからやる。はいはい、はい、どっちからいきます。はい、私加賀の2017年の漢字は語るです。おお、言語の語だ。え、なんだろう、なんか分かるかも。さっき、そう、さっき話してたアニメのこととかそっかを語る。ああ、語ってるイメージめっちゃあるね。なんか漫画みたいなイラストがついてるから、そこがいっぱいついてる。吹き吹きの字やな。もかもかがついてる。なに、そのアニメについて話す機会が増えたっていうのもあるんですけど、なんかこう、まあ、モーニング娘。に入って、あの、まあ、ちょうど1年くらいが経って、うん、なんかこう自分の心境の変化とかすごい語れるなって自分の中ですごく思ってて、なんか、すごく深くなんか話せるようになったなっていう語るでもありますね。いろんなタイプがあるんだね。はい、なるほど、語れるようになったんだ。いいことですね。1年で語れるようになるってだいぶ早くないですか？超ボーメルみたいに聞こえるで、超ボ
青闇なんか大御所感がすごいちいちゃんの。まだちょっと1年でちょっと早いイメージ。マジで3年経ってんのに語れないから。いやもう語って語って自分の気持ち表すのって難しいよ。難しい、話すのがまずむずいからね。語る。あ、尾形さんも加賀さんについて語ってもらえますか。今ですか。ちょっと目の前にいるんですけど。え、でかな。あ、ちょっと言ってもいいですか。昨日カエディが春菜 の誕生日にあげた服を着てくれてたんです、うん、でも今日は誰からもらった服なんですか。福村さんからもらった服です。ほら、撮影がある日はそうやってリーダーって。違う本当だ。リーダーにはアピールするんだ。2日連続で着るのはなんか、いいよいいよそんなん3日ぐらい着てるよでもね、カエディの中でもうスケジュールができてたの知ってるの。今日は何々さんで、明日は何々さんで着て、明後日は何々さんの服着てって言ってたから、ちゃんと決まってんだよもう。え、そうなん。春菜もそこに入ったってことやんな。おめでとう。収録日は福村さんだったんです。あ、そういうことじゃない。ちょっと待って、今日春菜に会うって知ってたやろ。違う違う、聞いてください。そこまであれだよ、働かなかったんだよ頭がね。違う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 、聞いてください。あの、聞きます。私、野中さんが尾形さんの服を着てこようと思ったんですよ。野中さんからいただいた服にはこうなんかブランドの名前がガッツリ入ってしまっていて、やっぱりちょっと撮影にはちょっといいかなと思って、で、尾形さんからいただいた服はちょっと日程をずらして今日にすればよかったものを、あの、昨日着てしまったので、2日連続で着たい気持ちがありすぎて早く着ちゃったってことで。あ、そうだね、そういうことだね。今まで待てなかったってことなんですよ。ごめんなさい、感じていいっすか。横山、最高。横山玲奈の2017年の漢字は、字です。漢字の字がない。そうなんです。あの、今年はですね、もうとにかく、はい、あの、漢字の、私たちが、あ、そっか、そう、推測するわ。どういう意味だと思いますか。字の下に書いてあるニコちゃんマークかわいいね。でも関係ないですか、丸さん。字をいっぱい書いたとか書き物とかが多いから。そうね、それあるね。漢字が読めるようになったみたいな。勉強になった、字を見て。あ、字が上手になった。あ、ちょっと違うんですよ。あの、じゃあみーちゃん正解を。正解はですね、今年はあの、とにかく漢字の間違いがひどくて。逆なんですよ。反省系ね。あの、前回も、前回のモーニングダイアリーでも話したんですけど、あの、千歳空港ってあるじゃないですか。北海道のあの、仙台空港って呼んでるとか、あと屋上、屋上っていう字をヤウベって呼んでるのか。ヤウベでヤウベですよ。これ屋上でやってますか。待って、え、待って、これ小学生で習う感じだよって。でも確かに、え、屋内、屋内、屋外は赤の野外ですよ。野外ですよ。野外としか呼べない。野外ですよね。野外ですよね。でも言うけど、基本屋内、屋外じゃん。そっか、読めない。奥って読めないよ、あれは。読めないですよ。奥じゃない、あれは。や、私も知ってる。僕らの間違い、あの、早いっていう字に出る、で、速でって読むんですよ。速で、え、これそうですよね。え、速は違うわ。早いじゃないわ。あの、私も間違えた。あれ、速さの速いですね。速さの速いに出るで、速でって読むんですよね。え、速くない？違うよ。あの、速の速。速での速では速での速。皆さん、今年の漢字は字にしましょう、皆さん。速でを側室って読んでたのがびっくりしたの。でも書けない。側室じゃないんですか。速での速ってそれなの。知らん。あの、あれだよ、速行くみたいな速じゃないの。え、それだよ。あの、なんだっけ、あの、火に無が書いてあって、そう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 、みたいな。火が書いてないの。もう一回もう一回勉強しましょう。勉強しましょう。勉強しましょう。そんな感じで、はい、字が読めない1年だったなって思いますね。はい、みんなで漢字勉強しましょう。はい、それで私行きたいと思います。はい、私、森田千里の2017の漢字はですね、変化の変でございます。言っちゃった変化ね。変、いや、もしかしたら変人の変かもしれない。なんかちょっと変顔の変。変顔の変なんだと思う。え、変顔の変じゃないよ。変顔してないもん。あら、ちょっとあの、なんか変わったみたいな。でもさ、こうそのまま、ごめんな、ごめんな、ごめんな、そのままで。なんだ、そのさ、モーニングダイアリーに入ったみたいなことでしょ。マジで、どうしよう。そうだよ。もうちょっと待って、ごめん。なんかもうさ、7人いると誰が話してるか分かんないね。はい、そう、さっきアカネちゃんが言ってくれたんですけど、そう、モーニング娘。にこう加入した変化だったりとか、私、あの、カントリーガールズの時、もう一先輩が卒業されたされて、こう今5人で活動してるんですけど、その変化だったりだとか、
ああ本当にね、あの2017年は変化の年だったなっていうふうに思ったので、うん、変化の変っていう字にしました。確かに今年はもういやもうこの感じがぴったりな年だなって、ていうかもはやこの何そう、はい、ポンちゃんお、そうだね、揃いましたよ、はい、揃った、え、なんかすげえ四字熟語作れそう。待って、なんか13期すごい真面目じゃん。ほんまや、語ると字でさ、なんか勉強したいみたいな、そんな違う意味を聞かなければいいですからね。確かに、反省だもんね。でも、え、待って、ヨコヤンだけが反省の感じだったよね。なんか反省する意味での今年の感じっていうことで、そうですね、みんなはあんま反省しないもん。あ、いいね、開き直る。そうそう、開き直る。振り返らない主義ですね。それもかっこいい。そういう感じでもね、うん、いいよね。うん、いやすごい、よくやん謙虚だね。ありがとうございます。真面目、ね、そうなんです。真面目。私たち真面目じゃないみたいな。みんなそれぞれね、今年の漢字を一文字で表してもらって、はい、私がよく思い振り返れたというか、思い出せました。はい、楽しかった。はい、そんな感じで私の漢字2017の後半戦、13期準優期メンバーの漢字でした。はい、それではここで1曲聴いてください。モーニング娘。ワンセブンでドキューのゴーサイン。ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、エンディングの時間になりました。イエーイ。いやー早かったなー、はい、ね、いつも1時間よりだいぶ早かった。、うん、あれかな、やっぱ人が多いから喋るターンが回ってくるのがいつもよりは遅くなるじゃん。だからかな、なんかもうすごい盛り上がりましたね。ねー、楽しかった。楽しい、ね、みんななんかテンション高いね。高いんだよ。楽しかったです。それではここでモーニング娘。ワンセブンからお知らせです。はい、15枚目のアルバム15392が発売中です。皆さん、モーニング娘。ワンセブンの魅力がいっぱい詰まっているので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてハロープロジェクト 20th Anniversary ハロープロジェクトカウントダウンパーティー2017グッバイ&ハローが12月31日日曜日、中野サンプラザで行います。全国香港の映画館でもライブビューイングが決定しています。お近くの方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてハロープロジェクト 20th Anniversary ハロープロジェクト2018ウィンターパーフェクトスコアフルスコアが1月2日火曜日、中野サンプラザからスタートします。こちらも全国を回りますので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして番組では皆さんからのメールをお待ちしています。宛先は1213@fmfuji.jp 1213@fmfuji.jp です。たくさんのメールお待ちしています。さらにガールズガールズガールズでは専用のツイッターがあります。ツイッターにはモーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリーの情報も載っていますよ。それではガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンセブンのモーニングダイアリー、お別れの時間になりました。お相手はモーニング娘。ワンセブンの森田千咲と尾形春菜と野中美希と美希のマリアと田川茜と加賀カエルと横山玲奈と、え、誰誰最後ね、横山最後ね。